で、まあ今、これからお話しするのが、もう、なんと、大学生の頃は19歳の頃に体験して、それをずーっと調べて、ある事実に繋がったっていうちょっと話なんですけど、あのね、これ、19歳、まあ大学2年生の時は19歳の時なんですが、あの、当時住んでいたの下宿のね、まあ、先輩があの、誕生日だということで、じゃあ、その下宿住んでる奴らと、まあそれ以外の、まあ仲のいい仲間連れて、まあなんかやろうかっていう話になったんですよ。うん。で、まあ何がいいかなっては考えたんだけど、そんなに学生だからね、バカみたいにお金あるわけじゃないし、うん、キャンプ行こうかっていう話になった。うん、で、まあ、その先輩の誕生日っていうのが、あの、まあ、お盆明けの8月22日なんですね。うん、で、まあ、北海道8月22日ってのはちょっとこう微妙な季節で、うん、まあ、寒いか残暑が残っているかっていう、うん、そういう時期じゃないですか。うん、まあ、それでもいいから、まあ、せっかくだし、その先輩も、まあ、大学生活最後のね、うん、夏っていうのもあるし、じゃあみんなでやろうよ、と。で、あの、日本海側の、まあ、あるちょっと小さな、まあ、漁師町っていうか、まあ、そこに行ったわけなんですよ。で、その先輩も、その出身っていうのは、ちょうど僕らが行ったところの漁師町出身で、でその先輩の実家の裏がすぐあの、砂浜になってるんですよ。で、そこであの、まあ、みんなでキャンプをやって、でまあ、テント張って、まあ、寒ければその、まあ、先輩のね、自宅まで歩いて2分ぐらいなんで、まあ、すぐ避難できるだろうと。うん。そこでこう、仲間7人とテント2つ立ってて、やったわけなんですよ。うん。で、まあ、着いたのが夕方近かったんで、まあそこれからちょっとまあ飯でも食おうかな。うん。まあ先輩何したかって言うとあのドラム缶をこう半分に切ってるのね。ああ。簡単なあのコンロを持ってきて、まあそこで炭をね起こして、で網は普通のあの金網でね。うん。うん。じゃあちょっとあの、まあ、イカとかそういうホタテとかもあるから、うん。焼いて食おうかと。おお。まあ結果を誕生日でまあみんなでこうお祝いしようってやったんだけど。先輩にお世話になっちゃったっていう、そういうキャンプだったんですけど。ね、まあ、で食事も終わって、まあ、みんなその、炭を囲んでね、もう話をしてたんですよ。で、そのうちだんだんこう、まあ本当夜になってきて、と、これ誰か釣りでもやるかっていう話になったんですよね。だからいいですね。でも俺竿ないですよって言ったら、先輩がこう自宅から竿を持ってきてくれて、おまあ、これでちょっと投げ釣りでもやろうよって。うん、で、まあ、そのテントから、ちょうどまあ、左手に50メートルぐらい歩いたかな。まあ、ある場所にこう、竿を構えてね、お釣りを始めたんですよ。で、まあ、投げ釣りなんで、いつ釣れるかわかんないじゃないですか。おで、また、まあ、テントに戻って、まあ、仲間とこう、喋ってたんですね。でそのうちね、その、竿が、シャン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 ってあの、竿先についてるあの、鈴がね、鳴り出したんですよ。うん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 。これ来たぞってことで、まあ、僕言ったんですけど、で、やっぱり開けてみるとね、22、3センチぐらいかな。まあ、ちょっと、まあ、小さいんだけど、まあ、彼が一枚ついてて、おぉ。本当に釣れるよ、と思って。で、またその餌をつけてね、竿を振って、また始めたわけなんですよ。うん。で、こう、まあ、投げてから、こう、ね、糸にこう、テンションかけながら、あ、次何釣れるかなーと、ずーっと見てたんですけど、そのうちね、ちょうど僕の右手の方から、くちゃくちゃくちゃっていう、なんか変な音が聞こえ出したんですよ。うん。おぉ。俺、何の音だろう。と思ってこう見るんだけど、まあ、周り何もないんですね。あるのはもう、ね、テントぐらいしか見えなくて。なんだろう今の音、と思ってるんだけど、でまた、クシャッ、クシャッ、クシャッって聞こえてるんですよ。はぁ、あ、
思って、ずーっとこう、まあ見渡してたら、僕のちょうど右手、まあ50メートル先にこのテントがあってね。まあさらに、まあ大体50メートルぐらい離れてたかな。こう、薄明かりの中にこう人が立ってるのが見えたんですよ。で、ああ、近くの人、まあね、砂浜に散歩でも来てるんだと思って、こう、ずっと見てたんですね。で、どうもね、その、クチャ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 って音が、そっちの方、その人の方から聞こえてくるわけなんですよ。なんでも、なんだろう、この音、と思って、まあ、いいか、と思ってね。で、またこう、竿を、まあ、いじったり、なんだかしてたんだけど、やっぱり気になってね、その人の方見たんですよ。そしたらね、もうテントを越えて、ね、僕からもう20メートルぐらい離れてるかなっていうのが来てるんですよ、その人が。へぇ、怖い。はぁって思ったんですよ。まあ、ねえ、近くの人だったらその砂浜歩くの慣れてるし、まあ、早いのも、あれなのかなって、まあ、当たり前なのかなと思ったんですね。っていう、その人っていうのが、まあ、女性なんですよ。でね、手に何かを持ってね、歩いてるんですよ。で、何を持ってるかはわかんないんだけど、なんかね、ブツ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 言いながらこう歩いてくるんですよ。うわ、嫌だな、こいつ。うわぁ。で、やっぱり歩くのも、くしゃこくしゃこくしゃこって音を立てながら歩いてくるんですね。いや、なんか気持ち悪いなぁと思いながらね、まあその人をこう無視するようにしてこう、差をずーっと見てたんですけど、だん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 こう近づいてくると、その人がだんだんね、何を言ってるかが聞こえてきたんですよ。帰ろう帰ろうね。もう少しだよ、帰れるよ。っていうね、何かにこう喋りかけてるんですね。やっぱり気持ち悪いから、その人の方ずーっと見ると、あ、手に持ってるのはね、子供なんですよ。で、わ、子供かよ、と思ってこう見たら、で、その女の人っていうのが、なんてだろう。濡れた、まあ、水で濡れてそのまま砂浜に寝そべりました、みたいな。もう砂だらけっていうか、ちょっとこう、泥がついてるっていうか、すごい汚い格好してね、歩いてるわけです。いや、これ、このまま、この人からちょっと離れた方がいいなと思って。で、まあ、テントに帰ろうと思って、まあ、その人と先にね、テントに戻ろうとしたんですけど、今度そのね、クシャ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 って音が、今度僕の方に向かってね、一緒についてくるんですよ。いや、まあ、その女の人がついてきたのかなと思って、まあ、後ろ見ると、今度ね、男の人なんですよ。おー。で、ね、なんか、黒い上下の、まあ、黒いズボンに、黒い、なんていうの、まあ、背広みたいな、こう、上着を着て、中にまあ、僕らで言うY字みたいなね、そういう肌シャツみたいなのを着て、歩いてるんですよ。で、その人もね、砂まみれっていうか、泥まみれっていうか、すごい汚い格好してるんです。で、その人もやっぱりね、何かをね、ブツブツ言いながらね、ついてくるんですよ。で、何を言ってんのかなと思うと、ばあさーん、ばあさーんって言ってるんですよ。なんかこう、この人方は頭おかしいんじゃないのかって、ね。すごい気持ち悪くなって。でも砂浜なんだけど、目いっぱいもう全速力で走ってね、テントに戻ったわけなんですよ。で、戻るとまあ、一緒に来たその7人のうち、まあ4人が、もう先にテント入っちゃったんですね。で、残ったのは先輩と僕の友達で、で、僕が着くとね、お前、リンスケどうしたのよって言うんですよ。もうこっちはもう息はーはー言ってるし、真っ青な顔してけども、なんかあったのかよ。いやなんか俺、なんかちょっと具合悪くなってきたかもしれないです。って、まあ先輩に言ってね。ちょっと俺、申し訳ないですけど、先にテント入って寝ていいですか？もういいよいいよ、休め休め。だから、テント入って寝ます。で、まあ僕テント入ったんですよ。で、そのうち、外にいた二人も全部テントの中入ってきて、
で、ちょっと3人で喋ってたんですね。で、うん、いいや、そろそろ寝るか。で、まあ寝ようとしたんですけど、またね、その、テントの外の、外から、くちょくちょくちょ聞こえてるんですよ。で、あ、またこの音してきたよ。で、横見るとね、うん、その先輩と友達も、起き上がってね、何かをやってるんですよ。うん、リンちゃん今、何の音これって聞くんですね。で、先輩も聞こえたんですかって言ったら、あ、聞こえたけど、なんかすごい嫌な音してない？それまた、クチャコクチャコクチャコって音が、右から左からこう聞こえてくるわけなんですよ。で、先輩があの、テントってあの、そのテントっていうのが、下からも上からもあの、ファスナーがこう、開けれるんですね。で、その先輩が、ファスナーをこう、上からずーっと開けて、こう、外を見てるわけなんですよ。そしたらね、なんだあれって言うんですよ。うん。で、僕もそのテントの横にあの、小窓ついてるじゃないですか。はいはい。うん。で、そこをね、そーっと開けて見てたんですよ。うん。そしたらね、海の方から、うん。子供が二人と、男性が4人と、女性が2人ぐらいだったかな。海から上がってくるんですよ。で、おのおのね、なんか、帰るよー、帰るよーとかね、じいさーんとかね、もうみんなおのおのこうやって喋りながら歩いてくるんですよ。いや、これなんだろうと思ってるうちに、今度その隣のテントのね、4人寝てる奴らが、みんな大騒ぎしてたんですよ。うん。7人全員それをね、見ちゃったんですね。そしたら、もう隣のテントは、もう黙ってろ黙ってろって言ってるんですよ。うん。で、もう僕らもね、黙ってたんですよ。そしたらそのテントの横を、帰るよ、じいさーん、とか言いながらこう、ずーっと聞いてるんですよ、音が。でも完全にシーンとなって、あと聞こえたの、波のね、サバーンっていう波の音が、だけ聞こえるようになったんですよ。で、いや、これ、怖いなってことで、もうみんなですぐあの、その先輩の実家の方に、もう走って行ったわけなんですよ。で、その日はもう、そのままその先輩の実家の、まあ、茶の間でね、雑魚にしたんですけど、で朝起きてね、すごいそれがもう引っかかっちゃって、うん、その先輩のお父さんお母さんにね、いや、まあ、最近でも昔でもいいんですけど、この辺なんか事故ありましたかって僕聞いたんですよ。うん、そしたら、いやー、そんなのって聞いたことないなーって、まあ、そのお父さんお母さんいいんですよね。ああ、そうなんですか。なんかあったのかいって聞くから、いや、何もないんですけど、なんかそういうのがあったかなーと思って、たら、そこのおじいちゃんがまた起きてきて、ああ、おはようって来るんですよ。で、そのおじいちゃんが僕聞いたんですよ。いや、この辺でなんか事故かなんかなかったですかね。まあ、船をね、沈んだとかなんとかっていう事故ってありましたって聞いたら、そのおじいちゃんは、ん？ない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 。なんもない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 。そしか言ってないんですよ。うん。で、やっぱりね、ずーっとそれが気になっちゃって、で、当時ってね、インターネットがこう普及してるわけじゃないし、うん、何かこう調べるって言ったら図書館に行くとかね、うん、そういうことしかできないわけなんですよ。うん。でね、調べてもそういうのが出てこないんですよね。そうですね。で、まあ、そのうち、その話はもうすっかり忘れちゃって、まあ、10年ぐらい経った時なんですけど、うん、たまたま、まあ、義理の祖父がね、うん、模型好きで、ほほその模型についてこう、喋ってたんですよ。うん。そしたら、ドイツの飛行機はこうだ、ロシアの飛行機はこうだとかね。うん。で、そういうおじいちゃんさ、おじいちゃん例えば、
ブサコ喋れるんだよね、ったら、やっぱり喋るんですよ。うん。で、じいちゃんっていうのは、その、カラッにいた人で。うん。で、戦時中、まあ、ノモンハンとかね。うん。それも、戦火真っ只中に生きてた人なんですよ。で、まあ、終戦を迎えて、まあ、昭和45年、昭和じゃない、1945年か。うん。昭和20年ですね。うん。で、まあ、終戦迎えたじゃないですか。うん。で、まあ、カラフトにいる日本人が、まあ、一気にこう、まあ、日本へこう引き上げるっていう、そういう時期が来たんです。うん。で、そのおじいちゃんも、その、まあ、ばあちゃんの手を引きながら、やっぱりその、引き上げ船に乗ろうとしたんですけど、最初の船に乗れなかったらしいんですね。うん。で、仕方なくその、二番目に出る船に乗って、まあ、北海道の小樽に向かって、こう、引き上げ船が出発したわけなんです。うん。で、北海道の沿岸に入ってきて、ちょうど明け方って言ってたんですけど、急にね、ドワンって音がして、こう船がすごい揺れたんですね。うん。で、もう、そしたらもう船中大騒ぎになってね、で、まあ、その自身の甲板に出たらしいんですよ。そしたらもうそこで何を見たかっていうと、もう明け方にもかかわらず、その白い煙。うん。それがもうもっと立ち込めてるし、で、何かがこう、色っぱいこう散らばってる。で、それは何かって見たら、人の腕だとか、どこのものかわからないその肉片とかがいっぱい散らばってる。で、これは何が起きたんだって言って全然わかんないんだけど、もう船が沈まないで、もう船中大騒ぎだったらしいんですよ。いやー、これはもう俺もダメだと思ったらしいんですけど、まあ、なんとかこう、沈む一歩手前ぐらいで、留萌港に到着しましたね。うん。で、それでまあ、助かったっていう話を聞いたんですよ。うん。で、その、まあ話の中で、先に出発した船。これがね、ちょうど北海道の増毛町ってあるんですけど、うん。そこで沈んだらしいんですね。うん。で、それがね、ロシアの潜水艦にやられたらしいんですよ。魚雷に当たって、まあ、そのまま沈んだらしいんですよね。うん。で、3隻、まあ、出航したんですけど、もう1隻っていうのが、そのおじいちゃんの乗った船の後ろを走ってたんです。うん。で、それはどうなったかというと、その留萌からまだ稚内寄りの海で、海の沖合でね、やっぱりその、ロシアの魚雷、受けちゃって、そのまんま、800人かな、乗ってたのが、沈んだんですね。で、そのうち生存者が100人ぐらいだっては聞いてるんですけど、で、まあ、そのロシアの引き揚げ船がそのロシアの潜水艦に、まあ、やられちゃったっていう、そういう、まあ、歴史が残ってるんですけど、実はそれってさ、って、それいつの話って僕聞いたんですよ。うん。いやー、こんな詳しいことなんて覚えてねえなーって言うんですよ。うん。で、僕もいろいろそれをね、こう調べたんですよ。そうすると、その船が沈んだ日っていうのはね、うん。昭和20年の8月22日なんですよ。で、そこで思い出したんですけど、僕らがその先輩の誕生日だってことで、そのキャンプ張った日あるじゃないですか。うん。8月の22日なんですよ。うん。で、その船が沈んだ日、だから僕らがキャンプをやってた、その日に、その船がですね、ちょうど僕らのキャンプをやっている沖合で沈んでるんですよ。うわぁ。で、そこで、まあ、まあ分かったったらおかしいんですけど、その時その、って音を立てながらこう歩いてくる人たち、その船に乗って沈んでた人なんです。で、そのクチョッ、クチョッって音あるじゃないですか。あれ、靴の中に水が入って歩いてるんですよね、あれね。で、砂だらけ、泥だらけって言ってたじゃないですか。うん。多分、海の底から、そっか。それが打ち上げられたのかもしれないよね。そう。まあ、その辺の詳しいところはわかんないんですけど、うん。
多分その被害者たちだったのかなっていうね。うん。まあある意味ちょっとこう北海道の歴史、まあそうですね。歴史の一つ、ね。うん。私のね母親も引き上げ者なんですよ。うん、母親の一家が、やっぱり樺太で農家をやっていて、引き上げてきたんですけども、うん、もう一か八かだったんですよね、もう。ソ連が急に宣戦布告をして、ただ、日本の軍隊はもう、まあ、もうほぼ負け戦だったわけですよ。うん、だから、一応日ソ不可侵条約があるから、攻撃をするな、と。国境越えても。うん、だから、白旗を上げて、我々は攻撃しないって言って、軍隊が交渉に行ったんですけど、皆殺しになったりとか、それでも、ね、ひめゆりの塔の話なんかもすごくね、有名な話ですけど、うん、母親も、母親は割と海の方に近かったんで、早く船に乗れたんですよ。うん、でも、中本当に悲惨で、食べるものもなければ、水もなければっていう状態で、うん、とにかくなんか母親が覚えてるのは、倉庫みたいなところに入れられたらしいんですよ。うん、だから魚雷当たったらもうみんな助からないんですよね。うん、客室じゃないので、うん、船底の倉庫みたいなと、もうとにかく空間があればすべてそこに人を入れて引き上げてきたんですよ。うん、だから本当に魚雷とか、あと日本軍が設置した機雷がすごくたくさん、ルモイなんか特にありまして、うん、父がルモイで、育ったんですけども、まあ、米軍がね、基地を、当時、ドイツ軍の基地があったんですけども、そこを接収して、で、機雷が上がるたびに、浜に持ち上げて、爆破の処理をしてたっていうような、戦後もしばらくそれが続いたぐらいなんですよ。うん、で、やはり私の父って全然こういうのは信用しない人間だったんですけども、ただ父も、まあ、昔ですから、海で遊ぶしかないんですよ。ルモイぐらい、ルモイとかマチケの人たちでね、うん。で、相当沖まで泳ぎに行ったりとか、昔は遊泳禁止なんてまずないですから、うんうんうん、海が荒れてる時の方が、まあ、当時の子供たち面白いわけですよね、うんうん。あとは沖の方に飛び込み台がこう、浮かんでたりとか、うん、こう、するわけですよ。で、うちの父親が荒れてる時にこう、飛び込み台にこう、登って飛び降りたりして遊んでると、なんか沖からすごく大きな波が来て、うわぁ、これ飛び込み台みんな捕まれって捕まった。飛び込み台ごとものすごく沖に流されるぐらいな時に泳いでたぐらいだったんですけども、ある日やっぱり飛び込んでた時に、頭巾をかぶった人たちがたくさん海の底にいたのを見たことがあるって言ってました。うわぁ。で、漁船とかも、父も言ってたんですけども、ルモイって死の海なんだって言うんですよ。で、カニが取れたりとか、海苔が取れたりとか、海としてはすごい豊富ですよね。ニシン御殿が、うん。父が言ってたのは、海が銀色に変わるぐらいニシンが来たって言うんですよ。でも、バケツでこうやってすくったらニシンがこう取れるぐらい。トラックにとにかくニシン山積みして走って、まあ、地中もう魚臭いと、ニシンを落として、うん。それぐらい豊富な海なんですけども、船の事故とかって本当に、もう、普通の漁船が、岸壁の、本当に5メーターぐらい前で、ポキッと折れて、僕子供の時見てまだ覚えてるんですけど、本当に漫画みたいに半分に折れて全員死んだりとかしてるんですよ。すごくその、恵まれた海なんですけども、ある一面すごく厳しい。まあ、外海ですからね。厳しい海で、そういう歴史があったっていうのがあの辺なんですよね。僕もね、たまに聞きます、うち魚釣りやるんで、ええ、よく漁船に乗るんですよね、ええ。そしたらね、その船頭さんがたまーに言うんですけど、うん、魚探ついてるじゃないですか。はい、はい、はい。稀にね、うん、正体不明のね、影を感知するんですって。魚でもないんですって。うん、なんだろうって、ね、全然わかんないんですけど、うん、そういうものをたまにこう、魚探が拾うって言ってましたね。ああ。でも俺、竿ないですよって言ったら、まあ、先輩がこう自宅から竿持ちしてくれて、おお。まあ、これでちょっと投げ釣りでもやろうよって。うん。
で、まあ、そのテントから、ちょうどまあ、左手に50メートルぐらい歩いたかな。まあ、ある場所に、こう、竿を構えてね。釣りを始めたんですよ。で、まあ、投げ釣りなんで、いつ釣れるかわかんないじゃないですか。で、また、まあ、テントに戻って、まあ、仲間とこう、喋ってたんですね。で、そのうちね、その、竿が、シャン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 って竿先についてるあの鈴がね、鳴り出したんですよ。これ来たぞってことで、まあ、僕行ったんですけど、で、やっぱり開けてみるとね、22。で、その先輩も、その出身っていうのは、ちょうど僕らが行ったところの漁師町出身で、で、その先輩の実家の裏がすぐ砂浜になってるんですよ。で、そこでまあ、みんなでキャンプをやって、でまあ、テント張って、まあ、寒ければ、まあ、先輩のね、自宅まで歩いて2分ぐらいなんで、まあ、すぐ避難できるだろうと。うん。で、そこで、こう、仲間7人とテント2つ立ってて、やったわけなんですよ。うん。で、まあ、着いたのが夕方近かったんで、まあ、そう、これからちょっと、まあ、飯でも食おうかな。うん。まあ、先輩何したかっていうと、ドラム缶をこう、半分に切ったようなね、簡単なコンロを持ってきて、まあ、そこで炭をね、起こして、で、網は普通のあの、釜網でね。うん。じゃあ、ちょっとまあ、イカとか、そういうホタテとかもあるから、うん、焼いて食おうかと。おうおう、まあ、結果、誕生日で、まあ、みんなでこう、お祝いしようってやったんだけど、まあ、先輩にお世話になっちゃったっていう、そういうキャンプだったんですけど。ね、まあ、で、食事も終わって、まあ、みんなでその、炭を囲んでね、もう話をしてたんですよ。で、そのうち、だんだんこう、まあ、本当夜になってきて、これ誰か釣りでもやるかっていう話になったんですよね。うん。だからいいですね、って。で、まあ今、これからお話しするのが、もう、なんと、大学生の子が19歳の子に体験して、それをずーっと調べて、ある事実に繋がったっていうちょっと話なんですけど、あのね、これ、19歳、まあ大学2年生の時は19歳の時なんですが、当時住んでいた下宿のね、まあ、先輩が誕生日だということで、じゃあ、その下宿住んでる奴らと、まあそれ以外の、まあ仲のいい仲間連れて、まあなんかやろうかっていう話になったんですよ。うん。で、まあ、何がいいかなっては考えたんだけど、そんなに学生だからね、バカみたいにお金あるわけじゃないし、うん、キャンプ行こうかっていう話になった。うん、で、まあ、その先輩の誕生日っていうのが、まあ、お盆明けの8月22日なんですね。うん、で、まあ、北海道8月22日っていうのはちょっとこう微妙な季節で、うん、まあ、寒いか残暑が残っているかっていう、そういう時期じゃないですか。うん。まあ、それでもいいから、まあ、せっかくだし、その先輩も、まあ、大学生活最後のね、うん、夏っていうのもあるし、じゃあみんなでやろうよ、と。で、日本海側の、まあ、あるちょっと小さな、まあ、漁師町っていうか、まあ、そこに行ったわけなんですよ。うん。